加瀬沼公園は仙台市都心部から見て北東郊外の千円地区にある県立都市公園。ほとんどが府町内であるが一部多賀城市にかかる。道園の南東には道の区国府多賀城跡がある。指定管理者は東北大県が担当するほか2009年から命名県を導入し森の都心用金庫、森林家、瀬沼公園を愛称とした。 カセヌマの西に開けた谷底平地に2001年4月にかけてカ沼公園は整備された。道園の南側の樹脂上丘陵上には道の区国の国府、多賀城跡などがある。園内には約250本の桜があり、春には多くの花見客で賑わう。また柿使用可能なエリアがあるため、秋の芋2会シーズンも来園者が急増する。冬には隣接する。 カセヌマに多くの白鳥をはじめとした渡り鳥が飛来する。救援日、毎週火曜日と12月29日から翌年1月3日まで。開園時間、4月から9月が8時から18時、10月から3月が8時から17時。2011年3月11日午後2時46分発生の東北地方太平洋沖地震により、3月24日から、 陸上自衛隊の宿営地として利用されていたが、5月19日に、撤収した。2012年4月1日より、災害復旧工事を中断し、通常開園中、園内の地区ごとの名称。括弧内は付帯設備2009年3月27日に、仙台市青葉区に本店を置く、森の都信用金庫が、宮城県から命名権を買い取り、森の都信用金庫。 森林家、瀬沼公園の愛称になった。公式の略称は森林家、瀬沼公園。契約期間は2009年4月1日から2015年3月31日の6年間で、命名権料は年間35万円である。森林は森の都信用金庫のマスコットキャラクターである。公園は瀬沼及び瀬沼緑地環境保全地域と一体となっている。 車では、宮城県道8号仙台松島線から、宮城県道259号か、瀬沼公園線に入るか、宮城県道35号線塩釜線から始動に入って、公園西側の出入り口に至るのが一般的だが、裏道からも別の出入り口に到達できる。ありがとうございます。